月役を演じさせていたただきましたトマツハルカですえーまあ、今回でファイナル完結ということで、えー、私も、えー、以前からこう出させていただいておりましたけれどもえっ、ー、とー、まあ、前の時とかはですねいろいろなこう分岐というかパターンでいろいろなこう 死に方をあのかなり演じながらも怖い思いをですねすごくしていたんですけれども今回はどちらかというと平和なシーンだというか微笑ましいシーンだったりとかしたのでちょっと個人的にはほっとしましたなんですがんだろう収録の時にですね以前あの。 あのダミーヘッドマイク、あの使わせていただいたのは、実はコープスパーティーが生まれて初めてで。あ、こうやって収録するんだっていうのが、あのー、すごく感動したのを覚えてますし。あのー、コープスパーティーのグッズで。ティッシュっていうティッシュをいただいたんですよ。あのティッシュなポケットティッシュなんですけど、あの紙が。 赤くてあの真っ赤に染まってるテ <laughs> ィッシュっていうティッシュにすごい感動してでももったいなくて使えなくって今でもそんなティッシュは、えー、私の宝物になってます <laughs>。というわけで、えー、今回も美月、えー、役として関わらせていただけてとっても楽しかったです。ありがとうございました。